理算最適書き取ろう7回目の授業になります。オンラインの方は音聞こえてますでしょうか？よろしいですか？はい、ありがとうございます。ですね、ちょっと今まで、このマイクというか、マイクですね、無線のものをちょっと使ってたんですけど、ちょっと今日は、試しに有線のものにしてます。まあ、これで何か変わるかどうかわからないんですけども、まあ、とりあえずちょっとこれでやってみるという形になります。で、それでですね、この7回目、整数計画モデリングの話の、まあ、最後の回となりまして、理説計画という話をしていこうと思うんですけども、まあ、前回残っている部分があるので、まあ、そこから始めていきます。で、この理説計画の部分はなんかいろんなことを話そうと思ったんですけども、まあ、時間なさそうなので、ちょっとコンパクトにして、まあ、今日でこの整数計画モデリングの部分の話が終わるようになるといいなと思ってます。それでですね、前回の残りのところって何かというと、この、前回ですね、この巡回セールスマン問題の整数計画モデルって話をしたんですけれども、それに引き続きですね、残っている部分というのはピンパッキング問題の整数計画モデルです。で、この一番下に書いてあるこの巡回整数マン問題の整数計画モデル2っていうのは、補足動画として作ってますので、まあ、補足動画なんか20分ぐらいになってしまいましたけども、まあ、そちらの方で内容を確認してください。よろしくお願いします。で、今日はこの、まずこのピンパッキング問題の2つの整数計画モデルを紹介するという形から入っていきます。で、ビンパッキング問題、まあ忘れてると思うので、どういう問題だったかってことを、まず、復習しますけども、こんな感じでですね、ナップサック問題の時と同じように、まあアイテムとですね、そのアイテムの大きさが決まっているという形になっています。で、アイテムは、まあこの場合4つあるんですけども、各アイテムは1つずつあると思ってください。で、まあここに書いてあるように、まあ大きさ、ここではこの幅なんですけども、それが1、3、6、7と、まあこの場合決まっていると。という形になります。で、瓶の容量っていうのが、まあ、あって、それが8というふうになってます。まあ、これはここの右に書いてあるもののこの横の幅だと思ってください。で、瓶っていうのをもう一度、注意すると、これ英語で言う瓶なので、日本語の瓶と違うということは注意をしてください。だから、まあ、箱だと思ってください。瓶っていうのは、瓶というのは箱だと思ってください。はい。で、この瓶の容量を守りながら、アイテムをすべて詰める。ですね。で、その時に使う瓶の数を最小にしたいっていうのはビンパッキング問題でした。今ですね、まあ、ここに4つ瓶があるんですけども、まあ、この全ての瓶を使う必要はないかもしれなくって、例えばこの場合はですね、こんな形で、大きさが1と7のものを1つの瓶に収めて、大きさ3のものを、アイテムを1つの瓶に収めて、大きさ6のアイテムを1つの瓶に収めるという形にすれば、まあ、3つの瓶を使って、この、アイテムを全て詰めることができるということになります。で、この使う瓶の数をできる限り小さくしたいというのが瓶パッキング問題でした。じゃあ、まずその瓶パッキング問題をもう少し一般的な形で書こうと思います。で、そうそうですね。与えられるものは何かというと、まあ、アイテムの集合。これは、あれですね。ナップサック問題の時と同じような形で与えられると思ってください。で、各アイテム i の大きさが、まあ、wi という形の数値で表されているとします。で、まあ、これは0以上の実数だと思ってください。で、瓶の容量。すべての瓶の容量は同じであるとします。で、これはラージ b としましょう。まあ、このラージ b っていう、記号の使い方も、ナップサック問題の時の、そのナップサックの容量制限と、まあ、同じような、文字で、まあ、書いてますけども、まあ、どの文字を使うのかってことはあんまり重要ではありませんが、まあ、その時のことを思い出しやすいように、ラージ b としてます。ですね。まあ、先ほどの例で言うと、この、瓶の容量、この8っていうのは、これが b に対応すると。こういう形になります。はい。それでですね、どういうものが許容可になるかというと、そのアイテムの集合 N っていうのを分割するわけです。で、分割して、まあ、ここではその N1 から NK っていうふうに書いてるんですけども、そのそれぞれですね、この分割されたこの一つ一つのパーツが、一つの、瓶に収まるようにしたいという形になります。ということが、まあ、下のところにこう制約のような形で書かれていて、どういうことかというと、まあ、各 J ですね。まあ、J っていうのはこの分割のそれぞれのパーツの、数字です。それに対して、その NGA に入っているアイテム I の大きさの和、WI ですね。大きさが WI ですね。の和が B を超えないということが、まあ、制約となって、それがこの分割の一つ一つのパーツに、対して、要求されているということになります。よろしいですか？で、それでですね、ちょっと脱線というか、まあ、大事な脱線しますけども、この分割っていう言葉があるんですけども、今この、N1 から NK っていう、この全体のことを分割と言います。だから例えばこの一つ一つのですね、このパーツですね。これのことを分割というわけではない。
わけです。だから N1 が分割であるわけではないです。N2 が分割であるわけではないです。この N1、N2、点々点、NK って全部合わせて分割と呼ぶわけなので、それはその言葉遣いとして注意をしてください。で、まあ、一つ一つのことを、この分割の中に入っている一つ一つのもののことを何と呼ぶのかってことは、まあ、いろんな人で、用語の使い方が、違っていたりするんですけども、まあ私は今言ったみたいになんかパーツと言ったりすることがあるかもしれませんし、まあ人によってはブロックということもあるかもしれませんし、まあ人によっては、なんだろうな。他に思いつきませんね。クラスかな？クラスっていうふうに言うこともあるかもしれません。でも、いずれにせよ、この一つ一つのもののことを分割というわけではないってことは共通しているので、それは言葉遣いとして注意をしてください。はい。ということを言っておいて、これがそのビンパッキング問題における許容解になります。はい。それでですね、何を、そうですね。すいません。ちゃんと書いてなかった。で、一応その意味合いとしては、この N1 っていうものに含まれている、アイテムが瓶1に行って、N2 に含まれているものが瓶2に行くと。だからこういうようなイメージを持ってくださいということになります。で、そうすると、ここに書いてある式というのが、瓶 J に入るアイテムの大きさの和が、瓶の容量 B を超えないことを表しているということがわかるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、そうすると、まあ、この瓶1に N1 を入れて、瓶2に N2 を入れていって、で、瓶 K に NK を入れることになるので、この時に使う瓶の数というのが K になります。で、それを最小化したいと言っているので、この瓶の数 K の最小化というのが、この瓶パッキング問題の目的になります。よろしいですか。で、まあ、これ一応全部、まとめて書いておきました。ですね。解くべき問題の定義を明確にするというのが、まず初めに行うべき重要な点です。で、これに対して何をしたいかというと、いつもと同じように、その整数計画問題として書き表す、つまり整数計画モデルを作成するということをしたいということになります。だからまあそのためには、まあ、変数や制約や目的関数っていうのを定めてあげればよいでしょうということになります。で、これまあ順番にやっていくということになります。でですね、まあ、その前にですね、その、瓶をいくつ使うかとかですね、その瓶の中に割り当てるそのアイテム、をその分割として表してたりするんですけども、それをですね、いろんな捉え直し方をする必要があったりするので、まずそこから考えましょう。で、まずですね、その瓶をいくつ使うのかってことを考えるわけですけども、そもそもですね、瓶がいくつあれば十分なのかっていうことをですね、考えないとですね、そのなんか瓶を表す変数っていうのを作りたいんですけども、その変数の数が定まらないので、あんまりよろしくありません。で、瓶はですね、まず、まあ、とりあえず、まあ、N 個あれば十分でしょうということをまず考えます。N っていうのはアイテムの総数です。だからこの場合、4つアイテムがあるので、まあ、一つ一つのアイテムが、この、そもそも瓶に収まらない場合っていうのは、ないとします。だからまあ、暗黙の仮定ですけども、暗は漢字が書けるけど、黙が書けるかな。暗黙の仮定ですけども、各アイテムの大きさっていうのは、そもそもこの瓶の容量以下であるっていうのは暗黙のうちに仮定しています。まあ、そうじゃなかったら、すべてのアイテムを瓶に詰めるということができないので、まあ、これは仮定していると思ってください。あるいは、まあ、この仮定が守られていなかったら、その問題は非許容な問題になるというふうに思ってください。だから、まあ、許容解を持つ問題。であるためには、これが、すべての愛に対して成り立っている必要があります。ということなので、瓶は、そのアイテムの個数だけあれば、一応、その N 個の瓶があれば、一つ一つのアイテムを違う瓶に詰めるってことをすることによって、許容解を得ることができます。だから、まあ、N 個あれば十分で、まあ、そこからどれだけ減らせるのかっていうのが問題になるっていうのが瓶パッキング問題だと思ってください。で、今じゃあ、この N 個、この場合4個は、まあ、用意しておくとして、で、先ほどのように、その、各アイテムをどこかの瓶に、入れていくんですけども、それはですね、このような形で、なんかその、割り当ててるんだっていうつもりのイメージを持ってください。1という大きさを持つ、アイテムが1つ目の瓶に割り当てられる。7という大きさを持つ瓶も1つ目の瓶、あ、違う、7という大きさを持つアイテムが1つ目の瓶に割り当てられると。6という大きさを持つアイテムが3つ目の瓶に割り当てられると。こんな感じですね。だと思って、この割り当て、っていうのをうまく表現する、整数計画問題として表現するということを考えていこうと思います。で、その時に、この使われている瓶の数を最小化するっていうのもうまく表現したいということになります。で、そう思って、モデルを作っていきますけども、こんな感じですね。で、まあ、今後ですね、
アイテムの集合は、先ほどラージ N って書くっていうことにしたんですけども、まあ、瓶の方も、もともとこう、N があると思って、瓶の集合を、ラージ M と書くことにしようと思います。で、ちょっとここ良くないんですけども、それぞれ、この1から N という集合で、そのアイテムの集合と瓶の集合を表しているということに なります。だから、この集合として同じなんだけども、このラージ N とラージ M という、文字を使い分けることによって、アイテムを表しているのか、瓶を表しているのかっていう気持ちを、切り替えていくという形になります。だから、例えば、なんかこの2という数字で、それがアイテムを表す場合もあるし、瓶を表す場合もあるっていう、あんまり良くない記号を今から使っていくんですけども、まあそういうことだと思って見ていてください。ただ、直接この1とか N とかっていうのを使うことあんまないので、このラージ N がアイテムの方、ラージ M が瓶の方であるってことを、まず頭の片隅に置いて見ていってください。はい。それでですね、変数として2種類のものを用意します。で、一つは何かっていうと、各瓶 J に対して、だからそのラージ M のですね、各瓶 J に対して、この、01変数 YJ っていうのを用意します。で、これはですね、解釈としては、瓶 J を実際使用するか使用しないのかってことを表す0と1、1と0っていう値を持つ変数だと思ってください。だから例えばですね、今ここでは4つ瓶があるわけなので、それに対応して、Y1、Y2、Y3、Y4 っていう4つこう変数があるわけですけども、4番目の瓶使ってませんから、この割り当てにおいては Y4 が0になってほしいということになります。で、Y1 と Y2 と Y3 は1であると。いう形になるということをこの y という変数で表します。はい。で、そうするとまあ先に言うと最小化するものはこの yj の和になります。その yj の和を取ると yj の和っていうのは yj で j が m に関するですね。こういう和を取るとこれがその使用している瓶の数になるのでこれを最小化したいということは最終的な目的関数になります。いいでしょうか。はい。で、これが一つ目の変数なんですけども、で、これだけ、で、これはその、各瓶を見て、それを使ってるか使ってないかだけをしか表してないので、この割り当てを表すような変数も必要になります。で、それが二つ目の変数で、それがですね、各アイテム i と各瓶 j に対して、xij という、変数を用意します。01。で、これが、そのアイテム i を瓶 j に割り当てるときに1であって、そうじゃないときに0を取る変数だとします。例えばですね、今ここではですね、まあ、瓶1234があって、アイテム1234ってその同じ文字を使ってよくないですねってことになってるんだけども、まあ、それを置いといて、1番目のアイテムが1番目の瓶に割り当てられているので、この状況は、x11 が1である。という形で表されるということになります。いいですか？で、他にも例えば、3番目のアイテムが3番目の瓶に割り当てられている。ちょっとあんま良くないですね。だからまあ、これ3、X33 が1と、こういう形になっていると。で、例えば、2番目のアイテムは、2番目のアイテムは、ちょっと待って今。2番目のアイテムは、1番目のアイテム、瓶に割り当てられていないので、X21 は0。こんな感じになっていると思ってください。で、そのような形で、この割り当てを、この xij というこの変数を使って表すということをします。よろしいでしょうか。で、この2種類の変数を使っていくということをします。いいでしょうか。で、それで、じゃあどういうそのこと、ものが目的関数なのかっていうと、先ほど言った通り、使っている瓶の数の対象化ということになります。いいですか。はい。で、あとはですね、この制約を書く必要があるんですけども、まあ、制約がいろいろとちょっとややこしくって、これを順番に見ていきます。で、まあ、二種類あって、まずは、この割り当ての部分を表すような制約を書きます。今ですね、どのアイテムを見ても必ずどこかの使用している瓶に割り当てられる必要があります。まあ、使用しているかどうかは別にして、どこかの瓶に割り当てられる必要があります。で、それを表すのはこれです。でどういうことかっていうと、すべてのアイテム i を見ましょうと。すべてのアイテム i を見ましょうと。まあ、だからどこか一つアイテムを見ます。で、そうしたら、そのアイテムに関わる変数 xij ですね。その xij を、その j をすべての、瓶に対して、足し合わせます。で、それがイコール1でないといけないっていうことになります。これは説明があるかな？ないですね。ないので書きますね。で、そうするとこれどういうことを意味してるかっていうと、左辺の方は、アイテム i が割り当てられる瓶の数。総数を表します。いいですか？この xij が1の時には、アイテム i が j という瓶に割り当てられるっていうふうに言ってるので、その j に関して和を取ると、i というアイテムが割り当てられている瓶の総数が
表現できます。ただ、そのアイテムは、ちょうど一つの瓶にしか割り当ててはいけないので、その総数がイコール1でなくてはならないということが制約として作るわけです。だからこれがその2とかですね、3とかになっちゃうと、アイテム I というのが2つの瓶に割り当てられてしまったりということになってしまうので、それは許さないということです。ちょうど1でなくてはいけないということになります。よろしいですか？で、これはですね、その割り当ての方の方だけ言ってるんですけども、もう一つ、重要なことは何かっていうと、アイテムが割り当てられている瓶は使用されているってことを表現しなくてはいけません。だから今ここはですね、その X という変数がどうなってないといけないかってことしか言ってないんだけども、次の制約はその Y という変数がどうなってないといけないのかってことを表すものになります。で、それはこうなります。各瓶に割り当てられたアイテムの大きさの方は瓶の容量以下でなくちゃいけない。で、それを表すときに、この YJ っていうのが出てきます。で、それはですね、この式で表されるんですけども、これはどういう式かっていうと、まずそもそも、すべての、瓶 J を見ます。ですね。で、各瓶について考えるんですけども、各瓶に対して、このと、不等式が成り立たないといけませんということになっています。で、これはですね、初めの方の項は XIJ っていうのが出てきていて、二つ目の項には YJ っていうのが出てきていて、まあ、それが分離している形になっています。で、じゃあこの式がですね、何を意味しているのかってことは、ちょっと、順番に紐解いていかなくてはいけないので、それをちゃんとやっていきます。で、それはですね、この YJ という値はですね、0か1の値しか取らないっていうふうに言ってますから、それをですね、その YJ という値の解釈をもとにして、まあ、この式が何を意味しているのかってことを考えていくということをします。で、まずですね、これはそのなんかマイナス BYJ っていうのを右側に、まあ、移行っていうのかな、持ってくると、この形で書きます。だからこれは今同じ式です。上と同じ式です。で、このですね、右辺にある YJ が1なのか0なのかってことを場合分けして、この式が何を意味するかってことを考えましょう。でですね、今ですね、この YJ っていうのが1の時、つまり瓶 J が使われている時には、この BYJ っていうのは B になります。ですか ?YJ が1の時ですね。ちょっと書きますね。YJ が1の時。で、一方で YJ が0の時、つまり瓶 J が使われない時には、YJ は0ですけども、その時にはこの BYJ ってのはこれ0になります。0になります。というのがこの右辺の意味です。で、じゃあこれ左辺は何かっていうと、WIXIJ を、I に関して、そのアイテムに関して足しているので、ですけども、XIJ は、アイテム I が瓶 J に割り当てられたら1、そうじゃなかったら0。っていうふうに言ってるので、この左辺全体は何かっていうと、今 J というですね、瓶は、はじめにこれ固定してるんですけども、その B という J、J という瓶に、J という瓶に割り当てられたアイテムの、大きさ、WI の和になってると。いいですかね。でそうすると、瓶が使われてるときには、そのアイテムに割り当てられた、アイテムの大きさの和が B 以下で なくちゃいけないっていうのが初めに書いてあった制約でした。で、それが守られなくちゃいけないと。で、一方で、瓶が使われてないんだったら、この、瓶 J に割り当てられたアイテムの大きさの和っていうのが0以下じゃないといけないと。これか。0以下じゃないといけないということになります。つまりその時には、その瓶、使われてない瓶にはアイテムが一つも入っていてはいけません。ということが、この式で書けているということになるわけです。でこれによって、その割り当てと、瓶のその使用不使用の間の関係が記述できたということになります。よろしいですか？はい。で、そう思ってですね、やると、まあ、この式によって、今その、ちゃんと、欲しかった制約が書けているということがわかるということになります。で、これでですね、モデル化、モデリングは終わりになります。先ほど言っていた目的関数と2つの制約。で、さらに、この XIJ と YJ というのは、0と1の値しか取りませんよという形で書けるという形でした。で、これで瓶パッキング問題の、まあ、整数計画モデル、まあ、01整数計画モデルですね、ができたということになります。ここまでよろしいでしょうか？いいですか？まあ、ちなみに変数はですね、この XIJ っていうものと YJ っていうものがあるので、XIJ の方は、N と M ですね、の、要素数の積。で、Y の方は、瓶の数だけ、あるという形になります。変数が。で、制約は、上の等式制約が N 個。N の要素数個。不等式制約が M の要素数個だけあるという、こういう形になっているという形で、まあ、できたということになります。ここまでいいですか？で、それでですね、後半、
今後ですね、ビンパッキング問題を解くっていう話をしていく、アルゴリズムの話もしていくんですけども、実はですね、この01整数結果モデルを使いません。それはですね、いろいろと理由があるんですけども、それで、実際に使うのはですね、今から説明する2番の方の整数結果モデルです。で、今、その、初めの整数結果モデルを紹介したんですけども、こちらの方は割と、まあ、素直なモデル化です。素直なモデリングです。で、今から行うモデリングは、素直ではありません。素直ではないんだけども、こちらを使って解いていくことになるので、こちらを紹介します。で、どうするか。まず準備があります。ですね、パターンっていうのを考えます。何かというと、例えばこれ例ですけども、今ですね、この4つアイテムがあって、まあ、そのアイテムに、それぞれ大きさが決まっている。1、3、6だと。で、瓶の容量8だって先ほど使っていた例を考えます。で、何を考えるかっていうと、このアイテム1、2、3、4があるんだけども、それらが、この、ですね、瓶に、収まる量に、すいません。ちょっと日本語が難しそうなので、もう一回言いますね。今、このアイテムの中から、瓶に収まるように、アイテムを選んでくる。で、その、その選び方全体を、ここには書いてます。例えば、この1というアイテムだけを選ぶと、それはこの、瓶に収まります。ね。1と4だけを選んでくる。これでも瓶に収まります。だけども、2と3を選ぶっていうのは、そのアイテムの大きさの和が、9になって容量8を超えますから、2と3を選ぶってことはできない。2と3を選んで1つの瓶に入れることはできない。ので、2と3、2、3っていう、まあそのまあ部分集合ですね。っていうのはここに書かれてないと。こんな形になります。で、まあこの場合、その瓶に収まるアイテムの集合、アイテムの部分集合を全部書いたのがここです。1だけとか2だけとか3だけ、4だけ、1と2。1と3、1と4っていうのは今言ってる意味のパターンになります。で、そのパターンの集合っていうのをここでまあ花文字 P、カリグラフィーの P というふうにまあ書くことにします。ここまでいいですか？で、実際ビンパッキング問題が行っているのは、このパターンの中からいくつかを選んでるっていうふうに思うっていうのが、この2つ目のモデリングになります。どういうことかというと、あ、そう、じゃあ、すいません。まずその前に、ちゃんとパターンを定義します。このアイテムの部分集合、普通の P がパターンであるとは何かっていうと、その P に入っているアイテム I の重さ、大きさの和が、瓶の容量 B を超えない。ってことです。だから、もう一度言うと、その P っていうこのパターンの中に入っている、アイテムを、一つの瓶に詰めることができる。ってことが、このパターンの意味、定義だと思ってください。はい。それでですね、さっき言ったみたいに、直感としては今からやるモデリングは、このパターンを選択して境界を構成するんだってことを考える。例えばですね、今ここに2っていうパターンと3っていうパターンと1、4っていうパターンを持ってきてます。で、そうすると、この3つのパターンを選ぶことによって、1、2、3、4という全てのアイテムが、どこかの瓶に詰め込まれているっていう状況を表現できます。だからそれは、この2というパターンと3というパターンと1、4というパターンを選んできているというふうに思うわけです。そうすると、この選んだパターンの個数を小さくしましょうっていうことを目的とするような問題だというふうに思えることになります。ただし、パターンを選ぶときには、その選んだパターンの中に今考えているアイテムが全て尽くされている必要があります。この場合は、1、2、3、4っていうのが必ずどこかのそのパターンに含まれているということが制約になるということになります。という形で、この問題、ビンパッキング問題を捉え直しましょうということをします。で、今ですね、1、2、3、4っていうのは、ちょうど一つのパターンにしか入っていないっていう形になっていますけども、別にですね、同じ、アイテムが複数のパターンに入っているような選び方をしても、まあ、それでも許容解が構成できます。まあ、構成できるというか、その許容解に対応付けられます。どういうことかというと、仮にこの1、2、1、3、1、4、っていう3つのパターンを選んでくるとします。で、そうすると、これだとその1というアイテムが3つの瓶に入ってしまっているように見えるんだけども、実際にこの3つのパターンを選んでいるときには、1はこの3つのパターンのどこに入れてもいいですよというふうに見なすというふうにします。だから実際はこう1、2、1、3、1、4っていうパターンを選んできているんだけども、まあ1は3回出てきているので、最終的には例えば、1というのはこの初めのパターンと2番目のパターンには入れずに、瓶には入れずに、この最後の瓶に入れるっていう風にして、実際にその詰め込み方を作るっていう風にすれば十分なので、その、一つのアイテムが複数のパターンに含まれていても構わないっていう風に考えることにします。
で、まあ、そうするとちょっと、書き方が楽になるので、そういうふうに考えます。よろしいですか？で、今言ったことを式にします。式にします。で、それが今から行うモデル化になります。で、それをやってみましょうと。だから、やるのは何かというと、各パターン P に対して、それを選ぶか選ばないか、使用するか使用しないかっていうことを表す、この XP という01変数を考えます。ね、パターン P を使用するときには、その値が1。そうじゃなかったら0というような、変数です。いいですか？で、これをその、パターンの数だけ作るわけです。だから今この例の場合には7個、このような、XP というような形の変数が使われます。はい。で、それで、その時に、目的とするのは何かっていうと、使用する便の総数の最小化なので、それは取りも直さず、使用するパターン数の最小化、ということになります。使用するパターン数は XP の和になる。ので、それを最小化するという形で目的関数は書けます。よろしいですか？はい。では、あとは制約なんですけど、制約は先ほど言った通り、どのアイテムを見ても必ず、その使用されるパターンのどこかに含まれている。一つ以上に含まれているってことが制約になります。で、それをそのまま自然に書きます。こんな形ですね。各アイテムは使用されるパターンのどれかに含まれるっていう制約を書きます。で、それはこんな形で書きます。で、これはもう一度ちょっと見ますけども、今から見ますけども、まずこれですね。すべてのアイテムについて制約があるという形になります。で、その、アイテム i について、このような式を考えるんですけども、まずですね、この左辺ですね。これが何だかわかんないので、これを見ましょうと。XP の和です。だからそのパターンに関する、そのパターンを使用するか使用しないかってことを表す変数の和なんだけども、どういう P を取ってくるかっていうと、まず、ま、この P っていうのは今考えているパターンの集合の要素である。花文字 P の要素であるってことは、まあ、必要で、その中でなおかつ、この I を含んでいるものだけを考えますということになります。だから、例えば、この下の例で言うと、じゃ今、パターンに対する番号を、これ P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7 っていうちょっと名前をつけるとすると、I が、I が1のとき、つまりこの、大きさが、1の、について、この、等式どうなるかっていうと、これはその1というアイテムを含むパターンに関する、その X という変数の和なので、XP1 プラス、XP5 プラス、XP6 プラス、XP7 が1以上と。こういうような形の、制約になるというふうに思ってください。で、これによって、この XP1 じゃなくて、P1、P5、P6、P7 の少なくともどれか一つは使われるということが強制されます。で、それによって、この1というアイテムが必ず詰め込められる。詰め込められる。ということが、制約として書けるということになります。よろしいですか？で、まあ、他のアイテムについても同様な、式が書かれるということ、形になって、まあ、この式で今、書きたかった制約が書けているということになります。よろしいですか？はい。で、これで終わりなんですね。まあ、これ、ギルモア・ゴモリが、提案したものなので、よく、まあ、彼らの名前を使って言われたりします。はい。で、これなんか見た目上はすごくこの短くて簡単なんですけども、いろんな問題はあります。まず何かっていうと、これ変数の数は、そのパターンの数になります。で、これを、まあ、そもそもこれ、このような、整数計画問題を作ろうと思ったら、そのパターンをすべて知る必要があります。で、それはそんなに簡単な問題ではない。で、もう一つ問題があって、このパターンの総数っていうのが、アイテムの総数に関して指数関数的に大きくなりうります。だから、この非常に膨大な数のパターンを考える必要が出てきます。潜在的に。あります。っていうことは、一つ大きな問題です。で、一方で、まあ、制約は、その、各アイテムに対する不等式が1個って形なので、まあ、制約はそんなに多くないという形になっています。で、まあ、こういうような特色を持つ、整数計画モデルが作れたという形になります。ここまでいいでしょうか。で、それでですね、その、ビンパッキング問題、今2つモデルを紹介したんですけども、実際に解くモデルはこっちの方です。この、2番目、紹介した方です。で、これは今言った通り、この変数の総数が非常に多くなり得るっていう問題点があります。これですね。
で、一方で、初めに紹介した方のモデルは、まあ、ちょっと見た目はややこしいかもしれませんけども、点数の数は、まあ、N と M の積ぐらいしかないので、変数の数はこれ非常に少ないです。で、制約の数も、まあ、この、ギルモア・ゴモリーのこの2番目のモデルに比べると大きいけども、でもそれはなんか2倍ぐらいしか大きくなってないので、そんなに変わんないでしょうということになります。だからどちらかというと、この変数の数が圧倒的に大きくなっているという、この部分が問題になります。で、ですが、実はですね、だからその観点で言うと、この初めの、モデルの方が優れてるんですが、線形計画緩和の観点から見ると、実はこの2番目の方が優れてるってことが分かってます。で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、使ってるですね、変数の種類が全然違うんです。この1番目の、モデル化と2番目のモデル化だと。だからですね、今まで例えばこのナップサック問題とか、最大独立集合問題の時に行っていたように、線形計画緩和の許容領域の大きさとか、許容領域の方眼関係を比べるってことは、ここではできません。ので、その代わりに、この線形計画緩和の最適値っていうので、比べることにします。で、今これは、最小化問題を考えているので、これがですね、まあ、小さければ小さいほどいい。ものだと思いましょうと。ん？小さければ小さい、小さい、小さい。大きければ大きいほどいいですね。大きければ大きいほどいいっていうふうに思いましょうと。大きければ大きいほどいいというのはどういう意味かっていうと、線形計画緩和の最適値が、元のこの整数計画問題の最適値に近ければ近いほどいいというふうに思いましょうということです。すいません。大小はわかんないけども、近ければ良いということになります。で、ですね、こっちの左側の問題の線形計画緩和の最適値がこうなるっていうのは、実は、線形計画緩和をじっと見ると、じっと見て変数の意味合いを考えるとわかるんですけども、ちょっとそれを話すちょっと時間がないので、ここではこういうもんだっていうふうに言っておきます。ですね、すべてのアイテムの大きさの和を瓶の容量で割ると、これが実は線形計画緩和の最適値になります。としかちょっと言えませんね。となります。まあ、これちょっと次回ですね、ナプサック問題の話するんですけども、のアルゴリズムの話するんですけども、まあ、その時に説明する話のイメージを持ってして考えるとこれはわかるんですけども、だからまあ、これはそういうもんだと思ってください。で、これはですね、すごく大きくなりおります。で、実際にはですね、整数、これはですね、すごく大きくなりうりますってことだけしか言わないことにしよう。ちょっと今なんか、間違ったことにしようになるので、大きくなりうります。で、一方でですね、この右側の整数計画問題の線形計画緩和の最適値についても、はどんなことになってるかっていうと、実はですね、これ未解決問題なんですけども、こういうことが、予想として言われてます。予想というか、まあ、未解決問題としてあります。何かというと、このですね、右側の整数計画問題の最適値、まあ、それはですね、左側の整数計画問題の最適値と同じなんだけども、その整数計画問題の最適値っていうのは、右側のモデルの整数計画緩和の最適値を、小数点以下を切り上げたもの、プラス1以下ですよ、という、予想があります。予想とか、そういう未解決問題があります。で、何かというと、これが正しいと、何がわかるかというと、この右の線形計画緩和の最適値というのは、元々の整数計画問題の最適値と非常に近いということがわかります。非常に近いということがわかります。だから何かというと、右側の、線形計画緩和。あ、すいません。ちなみにですね、これ、前回の資料では、整数計画緩和ってなってて、そんな、存在しない用語を使ってしまってますけども、今そこ、そこは修正してます。線形計画緩和を、と言ってあげると、もうほぼですね、整数計画問題の最適値がわかると。今これ最小化問題なので、一応書いとくと、その、普通の、最小化問題に対する一般論のことを思い出すと、この右の線形計画緩和の最適値と、整数計画問題のちょっとすいませんね。整数計画問題の最適値を比べると、ちょっと今、上下に書いてしまってますけども、この上が下以下だってことは、これ最小化問題なので、
整数形、線形計画緩和の方が許容量域大きいので、大きく、大きくなる可能性があるので、小さくないので、この最小値が小さくなる可能性があります。でも大きくはならない。ってことが、その、何回か前にあった、線形計画緩和の一般論からわかります。で、ここで言ってるのは何かっていうと、この値に、まあ、1足すぐらいをすると、ここに書いてあるものよりも大きいものができますと。だからなんだろうな。ちょっと動かせるかな。ちょっとこの話をしてると終わんないかもしれない。でもこれちょっと大事なのはちょっと言います、ね。この下の、予想、未解決問題が言ってるのは、この今のこの線形計画問題の最適値が、この、右の、選びたいのに選べない。これを複製して、こうですね。動いてください。よし、動いてください。プラス1。あ、こんな形になっていると。これを消したいんですけど。消えない。ちょっと待ってね。これ、まあいいや。これがこうかな。あ、そうです。こんな形になっていると。だから今、ここの、その、右の線形計画緩和の最適値、ここは今、これ。同じなんですけども。だから、この、今解きたいのはこの整数計画問題です。で、その最適値が知りたいと言ってるんだけども、それは、実は、この線形計画緩和の最適値をすると、それか、それプラス1のどちらかであるってことがわかるんです。この未解決問題が正しいと。差1で、もう、その整数計画問題の最適値が、このどちらかの値に、あ、またこの、ちょっと切り上げ言いますけど、このどちらかの値に、決まるってことがわかります。だから、この線形計画緩和を解いた時点で、ほぼ最適値がわかってしまう。ってことになって、これ非常に嬉しいんですね。これはびっくりするぐらい嬉しいんですけども。で、もっと嬉しいことはいろいろあって、実は、多くの入力ではこれが成り立ちます。今言ってたその整数計画問題の最適値と、右側の問題の線形計画緩和の最適値を、まあ、切り上げたものっていうのが、ほぼというか、ほとんど全てが言うとちょっと怒られますけども、多くの入力ではこれイコールになります。ってことが知られています。だから、この右側の変数たくさんあって解けないかもしれない、この、整数計画問題の線形計画緩和を解く、最適値を見つけるっていうだけで、元々の整数計画問題が解けてしまう。ってことが多くの例で成り立っているということが知られています。だからまあ、その多くの例って言ってのは、これは、経験則なんですけども、別に言い方すると、このイコールが成り立たない例を見つけるのがすごく大変です。で、このイコールが成り立たない例を見つけるっていう論文がたくさんある。だからそれだけ、そのイコールを成り立たせない例を見つけるのは大変で、まあそういうものを、考えるっていう研究はあるんですけども、いや一方で、この、整数が成り立っていると、今言ったみたいに、線形計画緩和を解くだけで、元々の整数計画問題解けてしまうので、すごく嬉しいわけです。でそんなことは滅多に起こらないんだけど、普通の整数計画問題が滅多に起こらないんだけども、この特殊なビンパッキングの問題の整数計画モデルにおいては、そういうことがよく起きる。ということが知られていて、ということもあって、この右側の問題で、右側の形で、ビンパッキング問題をモデル化するということをすることがよくあります。で、これを、この整数計画緩和を解くことによって、線形計画問題としてのビンパッキング問題を解きましょうというような流れになっていくということになります。で、まあ、ちなみに、ま、このようなイコールが成り立つような性質っていうのは、この、インテジャーラウンドアッププロパティとかっていうふうになんか言われてるようで、ちょっと日本語がわかんないので、無理に訳してませんけども、まあ、無理に訳すと、整数切り上げ性とかいう、まあ、そういうような直訳になります。で、まあ、このイコールが成り立たない場合であっても、この未解決問題っていうのは、その差は1ぐらいしかありませんよ、ということを言ってるんで、この成り立たない例、このイコールですね。このイコール成り立たない例、いくつか見つかってるんですけども、そのような例においても、この、整数計画問題の最適値と線形計画緩和の最適値の差は、今知られている例では全て1以内で収まっているということになっています。というような、まあ、不思議な、問題というか、まあ、この定式化、このモデル化というのは、ビンパッキング問題の不思議なモデル化になっていて、こういういい性質を持っているだろうという感じの、話になっていて、まあ、これ実際解きたいという話を今後していきます。はい。で、それでですね。で、そうすると、今言ったみたいに、このモデル化では、
変数が膨大に存在しているので、そもそもそのどのようにその全てのパターンを見つけるのかとかですね。そのパターンを全て見つかったとして、線形計画緩和が解けるのかとかっていうことは非常に、問題となるんですけども、実はその解決法として今後話をするのは何かっていうと、変数をですね、アルゴリズムの実行の中で追加していくっていう手法があります。列生成法という呼ばれるような手法なんですけども、でそれで実際解くということをします。でこれはですね、まあ一応第11回の講義で扱おうと思ってますので、まあその時までちょっとどんな感じなのかってことは皆さん楽しみに待っていてくださいという形になります。前回ですね、その巡回整数版問題の時には部分巡回路除去制約っていうのがあって、それがですね膨大に存在していて困るって話をしました。だからその場合には制約が膨大に存在するっていう形でした。で、今回の話は変数が膨大に存在するって話でちょっと違うんですけども、まあ、どちらもある種の、方法を使って解決していくということになります。よろしいでしょうか。で、これでそのビンパッキングの話終わりになります。そうですね。で、これで、前回、残っていたものは全て終わりになるんですけども、よろしいでしょうか。はい。ではですね、キリがいいかどうかはちょっと待って、あとちょっと5分ぐらいやって休憩にしたいと思うので、では、今日の内容、この、第7回のですね、離節計画っていう方に入っていこうと思います。よろしいでしょうか。はい。それでですね、離節計画って何なんだったり、どういうことを今日やろうと思っていたかというと、まあ、それをご紹介します。離節計画とは、というかですね、ディスジャングティブプログラミングとは、ですね、数理最適化においてまたはを表現する方法と書いてあります。まあ、これちょっと半分嘘なんですけども、まあ、一番基本的なところはこれです。離節計画と呼ばれているものの一番基本的なところはこれです。数理最適化においてまたはを表現する方法です。で、またはを表現するってどういうことかっていうと、今例があります。なんか X というその実数変数があって、これが次のどちらかを満たさなくてはいけないというような制約を書きたい。で、それは何かっていうと、X は0以上3以下であるか、または、X が6以上7以下である。のどちらかを満たすってことにしたい。で、こういうのが、このまたはってことですね。ですかね。で、まあ、こういうことをしたいような、場面っていうのはたくさんあったりします。例えば、その、なんかスケジューリングなんかを考えるときに、なんか2つの、なんかジョブがあって、それをなんか順番に実行するんだけども、ジョブ1はジョブ2の後に実行されなく、される。または、ジョブ2はジョブ1の後に実行されるとかっていう形の、表現をしたくなることがあったりします。で、そういうことがあると、このなんかまたはどのようにこう表現するのかっていうことを、まあ、考える必要が出てきます。よろしいでしょうか。で、注意は何かっていうと、今ですね、この、まあ、この例で言うと、X は0から3の間、または6から7の間、っていうふうな形になってるんですけども、つまりこれはですね、まあ、この数直線上の2つの平区間の、和集合ですね、合併として、この X が取り得る範囲の集合っていうのが書けるわけですね、こんな形で。で、これはですね、トツタミン集合ではないんです。トツタミン集合っていうのは、まあ、そもそも突集合でもな、これは突集合でもないんですけども、突集合の場合は、その集合の中の2点を取ったら、その2点を結ぶ線分が全部その集合に含まれてないといけないっていう形でした。だけども、この集合においては、例えば、左から1点、左の区間から1点、右の区間から1点、取ると、その2点を結ぶ線分というのが、ここら辺で、この領域をはみ出してしまうことになるわけです。で、これだから、凸多面集合ではないので、普通の、線形計画法とか、整数計画法では、これは、表現できなそうだなって気がしてくるわけです。でも、これを表現するようにやっていきたいっていうのが、今からやりたい話になります。で、ちなみにですね、離節って何なのかと。離節、これは、英語でこれ、ディスジャンクティブ。だから、これは、名詞で言うと、これディスジャンクションですけど、ディスジャンクションっていうのは、論理話を表す、論理話を表す、なんていうんですか、由緒正しい用語です。その、論理学、哲学における由緒正しい、用語で、まあ、それを英語で離節と言ったり、あるいはですね、宣言と言ったりします。で、それに、対応するその論理積の方は、
あ、ちなみにですけども、論理石の方は、その由緒正しい用語ではコンジャンクションって言ったりします。で、で、まあ、ここではその、またはを、表現する方法をやりたいので、その、ディスジャンクションの方を、まあ、考えるということになるということになって、まあ、それを表すために、このディスジャンクティブプログラミングと言ったりするということになります。はい。で、まあ、その、この離接っていうのが、このディスジャンクションの訳語であると、訳語の一つであるというふうに、ま、思ってください。はい。で、それで、じゃあ実際にですね、どういうふうにやっていくのかってことを話していくのが今からの話になるんですけども、じゃあちょっとここからはまた重たい話になるので、じゃあ一旦ここで、休憩しましょう。3分休憩しますね。で、ちょっとすいませんが、教室にいる方は、ちょっと近くのですね、窓と、ちょっと扉を開けていただいて、ちょっと3分間、ちょっと換気をお願いします。はい、では、3分、あれ ?3 分、休憩します。ありがとうございます。はい。それでは再開したいと思います。じゃあすいません。ちょっと教室の方、ちょっと扉と窓も一度閉めていただいて、準備をしていきましょう。よろしくお願いします。まあ、ちょっと寒くなってきたので、やっぱりずっと開けておくというわけにもいかないかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。それではですね、何をやっていくのかってことを、順番にやっていきます。まあ、こういう、まあ、なんか、離接計画考えるとき、いろんな設定があるんですけども、ここではこういうことを考えましょうと。不等式標準形の線形計画問題が傾向あるとします。傾向ある。で、まあ、一つ一つは、この、C 点 X っていう、同じ、なんだろう、目的関数を持っていると。
で、変数は、全部、0以上、x は0以上であって、この不等式の、制約が、まあ、hx 小なりイコール b1 とか、まあ、akx イコール小なり、akx 小なりイコール bk とか、こういう形になっていると。だから、まあ、一般的なところでは、aix 小なりイコール bi とか、こんな形になっていると。で、ただし、この ai っていうのは、行列で、bi っていうのがベクトルと、こういうふうに思ってると思ってください。で、それぞれの行列やベクトルは、この、だからなんだろう、それぞれのこの線形計画問題のこの制約の数っていうのは違っていてもいいです。だからこの ahx 小なりイコール b1 っていうのは、この、この行がですね、m1 個あると思ってください。で、最後のこれ、ここはこれ、mk 個あると思ってください。で、それがこの mi です。mi です。ですかね。で、変数の数は、全部これ、変数は全部同じなので、それは、n 個ある、n 次元ベクトルだというふうに思ってくださいと。こういうふうに考えます。はい。で、その、各線形計画問題の許容領域を p1 から pk と書くことにしましょうというふうにします。で、これ、重要な仮定ですけども、これはどれも誘拐、つまり、トスタメン体であるっていうふうに仮定します。ちょっとこの仮定がない場合の話もあるんですけども、その話はちょっと難しいので、ここでは扱わないってことにします。これは、重要な仮定です。だからこれ、明日で書いてますけども、これは重要な仮定です。これがないと今日の話は、うまくいかない。っていう形で、まあ、この P1 から PK っていう、許容領域があるっていうふうな、こういう設定を考えます。で、解くべき問題は何かっていうと、こんな感じです。これ考える問題です。何かというと、この共通の、目的関数を小さくするってことは変わりませんが、許容領域が、この X が0以上というのはこれ共通なので、これはそのまま持ってくるんですけども、この、ここですね。この不等式、制約の部分が、このまたはあれ結ばれていると。こういうことを考えます。だから ahx 小なりイコール b1、または a2x 小なりイコール b2、点点点、または akx 小なりイコール bk。こういう形になっていると。だから、イメージとしては、まあ、その一つ目の問題の許容領域、二つ目の問題の許容領域、三つ目の問題の許容領域があって、目的関数こっちの上に小さくなるっていうような形になっていて、この p1、p2、p3、点点点、pk のどこかに入っている点で、上に向かって一番、極端なところに行ってるものを探す。で、こういう問題だと思ってください。で、そうすると、この P1 と P2 と P3、ここで言うとですね、これらの、和集合、合併っていうのが、この場合は、トスタメン体ではないと。ないので、まあ、そのまま、この考える問題と言ってるものは、線形計画問題ではないわけです。ですかね。だけども、これ解きたい。で、それを、どういうふうにするのかって、というところで、今から考えるような、整数計画モデルを作ります。だから、これを、この問題、この考える問題と言っているものを、整数計画問題として解きます。もともとは全部これ、線形計画問題だったんだけども、それをまたはで繋いだものを、今、これを、整数計画問題として、解きます、ということを考えます。で、そうしない解決法も一応あるので、まず始めに言っておきます。何かっていうと、これまたはで繋がれてるだけなので、この別々の問題をそれぞれ別に解いてしまっても構わないわけです。一個一個。P1 の中で一番いいもの、P2 の中で一番いいもの、P3 の中で一番いいものっていうのをそれぞれ計算して、それを元々ここに持ってきて、その中で一番、上にあるものっていうのを見つけただけです。で、まあ、このように解くこともできます。ただ、まあ、このように解くっていうのはあんまり、なんだろうな。応用範囲が広くないので、ちょっとここでは別の方法を考えるというふうに思ってください。で、それが今から行うような整数計画モデルを作ることになります。はい。いいですか？で、どうするか。ちょっと例でやってみます。で、何かっていうと、今この P1 ってあるんですけど、これはですね、ここの、これです。これで書かれているこの部分の、不等式系、線形不等式系で定まる、トスタメン体です。この部分ですね。あと、これが書いてある。これ P1 ですね。で、P2 っていうのはこれですけども、これは、この部分ですね。この部分と、if 制約で定められるトスタメン体です。まあ、この場合、2次元なので、変数2つしかないので、トス多角形でありますけども、そんな形になっていると。ということは、P2 はこれですね。と書いてあります。で、何かというと、この P1、P2 のどちらかに含まれる点で、ここに書いてある、目的関数を最小にする点を見つけたいと。これはこの青の方向に一番、遠くに行っている点を見つけたいと
こういうことになっています。でですね、今この PHP にはこれ誘拐です。先ほど言っていたこれ重要な過程に満たします。で、特にこれ誘拐なので、誘拐なので、あるこのなんかベクトルがあって、それで上からこの、多面体の中の点は、抑えられます。ただこれ P1の方を見ると、これなんで6なんだろうな。なんで6と書いたんだろうな。じゃあ P2の方はわかるんで、P2 の方を見ると、P2 は、この、どの点を見ても、それは、全部、皮膚ですと。0以上ですと。まあ、それはこの制約ありますからね、皮膚です。で、なおかつ、上が33で抑えられてます。だからこの0033という、なんかこういう、まあ、正方形ですね。正方形の中にこの P2 っていうのが収まってますよ、という形になってるというのが、あります。だから誘拐なので、この、まあ、このなんか上の方を、抑えるような点というのは必ず存在するということがわかります。で、まあ、そういうものがあるので、それを使って、まあ、こういうような形の制約を必ず満たすってことが、P1 と P2、どちらにとっても言えるということがわかります。いいですか？で、まあ、これはだからその重要な過程から出てくると思ってください。はい。で、どういうモデル化をするのかってというと、まずこういうことをします。今考えるですね、X1、X2 っていうこの許容解というのは、この P1 か P2 のどちらかに入っていることになります。ので、そのどちらに入るのかってことを選択するための変数を作ります。で、それを今この yi とします。だからこの場合は、2つの選択なので y1 と y2 を使います。で、y1 が1だったら、yi が1だったら、その今考えている許容解っていうのが P1 の方に入ることを強制します。そうじゃなかったら、ま、強制しない。だから強制しないっていうのは、P1 に入らないってことは言わなくて、まあ、入ってもいいんだけども、入ることを強制はしないってことになります。で、そういうのが今の場合は、P1 と P2 と2つあるので、この変数がとして、Y1、Y2 っていう2つの変数が使われるということになります。で、もう1個ですの種類の変数があって、これがその ZI っていう形の変数で、これは、これベクトルです。ベクトルです。で、これは、何かっていうと、もともとですね、この問題は2つの線形計画問題をそのまたわで繋いでいるような問題なので、それぞれの問題の許容解を表すベクトルを ZI とします。だからこの1番目の問題の許容解を表すような変数として Z1 というのがあって、2番目の問題の許容解を表す変数のベクトルとして Z2 というのを使うというふうにします。で、これらを、で、ですね、もう一個、X そのもの、これもそのまま残します。残して変数として使います。で、それをですね、考えてどういうことが起きるかっていうと、こういうものを作ります。もうこれ作っちゃいました。これを考えます。上の問題は、下のような形の整数計画問題 としてモデル化できます。で、これを今からですね、じーっと見てですね、これ考えるってことをします。で、これ何がどうなってるかということをまず見るんですけども、これは大変なのですけども、そもそもまず、目的関数は変わってません。目的関数は変わってない。で、下の部分は先ほど言っていたこの y1、y2 って変数があります。これ01変数ですと。こういう形ですね。で、その、P1 に入ることを強制すると言ってるのは、Y1 プラス Y2 は1になります。だからこれによって、そのどちらか一つは必ず入ってなくてはいけない。P1 に入ってないるか、P2 に入っているってことを必ずここで強制するようになります。で、後のところがややこしい。ので、これを順番に見ていきます。はい。まずですね、この1番目の問題のこの許容領域。を表している、線形不等式形があります。で、それに対応するのはこの部分になっています。で、どういうふうに作っているかというと、先ほど言った通り、その1番目の問題に対応する、許容解を表す Z1 っていうベクトルがあると言いました。で、その Z1 というベクトルは、今これ二次元ベクトルなので、Z1 というベクトルは2つ成分があって、Z11、Z12 という2つ成分があるというふうに思ってください。で、この Z11 の方が上の問題の X1 に対応する。Z1 の方が上の問題の X2 に対応するように、ここでは書いてます。そうすると、2X1 プラス X2 っていうのは、2Z11 プラス Z12 になります。いいですか？で、右辺は4なんですけども、ここを 4× さっきのその選択を表す Y1 という形にします。で、なんで Y1 かけるのかってことを後で説明します。で、そのようにして、X1、X2 を今対応する変数に置き換えて、右辺は、
もともとの定数かける新しく、持ってきた変数 y1 とするというふうにします。で、下の部分は何かっていうと、これ先ほど言っていた、これですね。この部分ですね。この部分に対応するものも同じように書いてます。で、どうかというと、z11 が0以上なんだけども、元々の式は6以下だったところが 6y1 以下になるという形になります。あ、もう一個かな。で、z12 の方も0以上 6y1 以下になるという形で書きます。で、これによって、その1番目の問題の方の許容解を表す部分、p1 っていう許容領域ですね、に対応する部分を、まあ、このように書き直すというふうにします。で、同じことを、この2番目の問題の方、こっち側も行います。で、ここの部分ですね。色が見えるかどうか皆さんわかんないんですけども、こんな感じで書き換えます。で、そうすると同じ、手順を踏むんですけども、今度は、この2番目の問題に対応する、その、許容解を表すベクトルは、これ z2 なので、これ z2 っていうのは、またこれ二次元ベクトルで、z21、z22 であるというふうに、こういうふうにしましょうと。で、そして、それで、x1 と z21 を対応させて、x2 と z22 を対応をさせるという形にします。で、そうすると、この初めの上の式のですね、この初めの式、x1 プラス 3x2 が6以下っていうところは、x1 と x2 を z21、z22 に置き換えて、右辺の6は 6× 変数の y2 とする。こういうふうになります。で、こちらの p2 の方、もう一個不等式があるこちらに対しても同じ操作を行って、x1 を z21 に変えて、z21 に変えて、右辺の3が 3×y2 になるという形で書き換えています。いいでしょうか。で、あとは、その先ほどその誘拐であるといったところから出てきた、この必ず満たされている、この不等号に対しても同じように、x2 を z21、z22 に置き換えて、3っていうところを 3×y2 と書くという形で、この下の部分が作られるということになります。よろしいでしょうか。で、このようにして、この青い部分ができていると思ってください。あと説明していないのは、ここですね。この x1 と x2 は何なのかって。これは、この元々の x1 という、変数があるんですけども、それを今新しく作った、この z2 とかですね、z1 っていうベクトルの、第1成分、第2成分と、対応させることを行っています。もう一度さっきの、やつ書くと、さっきですね、ベクトル書くと、z1 は、z11、z12 でしたと。z11 で、ちょっと見えないですね。z11、z12 でした。で、このことなので、この、上の方のですね、成分、これが、x1 を表す変数だったので、まあ、それを、関連づけるために、x1 は、z11 プラス z21 ですよ、という形の整略を書いています。で、なんで、まあ、これでいいのかってことは、後で説明します。で、同じように X2 の方も Z12 プラス Z22 ですよと。Z12 プラス Z22 ですよという形の式を書いています。で、これで、うまくモデル化できているんですけども、その説明をします。ここまでいいですか？どのようにしてこの、操作として作ったかっていうことがわかりましたか？まあ、なかなか思いつかないかもしれません。だからまあ、思いつかないから授業やってるんですけども、こんな形のものを考えると。で、そうか、一つ、注意しなくちゃいけないことがあったんですけども、これはですね、この、中では、y1、y2 っていうのは、0、1、だから整数の値を取る変数です。だけども、その他の、x11、x22 とか、z とかですね、ここら辺は全部、整数を取るとは限らない変数です。次数取ってもいい変数になっています。で、そのように、整数の値を取る変数と、実数の値を取る変数が混ざっているような問題のことを、混合整数計画問題と言ったりします。混合整数計画問題。だからそういう意味では、これは、正確には整数計画モデリングではないんですけども、まあ、世の中では、この混合整数計画問題でモデル化することも、整数計画モデリングと言ったりすることもあるので、まあ、ちょっとその点はご容赦くださいと。ですね。だからまあ、強調するのは、この y1、y2 は整数なんだけども、その他の変数は整数ではないっていう、状況にここではなっているということになります。ではですね、なぜこれでですね、うまくモデル化できているのかということを説明します。先ほど言った通り、この y1 と y2 っていう変数があって、これ0,1なんだけども、y1 が1である場合には、この y1 プラス y2 がイコール1であることから、y2 は必ず0になります。
で、同じように Y2 が1だったら Y1 は0になります。で、それによって、この1番目の問題、その P1 っていう共有領域の方に入ることを選択するのか、2番目の問題、P2 っていう共有領域の方に点が入ることを選択するのかってことを表すことにします。だから、この、どちらかが必ず起きます。境界においては。じゃあ、上の方が起きたとしましょうと。Y1 が1になったとしましょうと。これですね。で、その時に、ここの部分の制約を、書き換えてみました。で、どう書き換えたかっていうと、Y1 は1です。ですね。Y1 は1です。こう Y1、たくさんあります。で、Y2 は0です。この時、Y2 ここですね。Y2 は0です。で、それを代入して書いたのが、この、その4行に、この今の値を代入して書いたのが、この右側です。いいですか？こんな形です。いいですか？いいですか？で、じゃあこの時に、じゃあこの右に書かれている不等式たくさんあるんですけど、これじーっと見ましょうと。で、そうすると何が起きてるかというと、そもそも、今ここの上の2行、上の2行は何かというと、これ元々の問題ですよ。この元々の問題の部分の制約式の X1 と X2 を Z1、Z2、12に変えたものになっています。ということなので、この上の部分の式から、この Z11、Z12 っていうのは、初めの、この一つ目の問題の許容領域の、要素である、点であるっていうことが保証されます。よろしいですか？この、ここ4ですね、4。もう、Y1 ありませんから、Y1、1ですから、4ですから、これがそのまんま、この Z11、Z12 っていうのが、この許容領域の点であるということを表していると。じゃあ、一方で、この Y2 が0だったことから何がわかるかっていうと、この下の部分見るんですけども、ここの部分ですね。特にこの下の部分。ここ見ると、Z21 が0以上であり、かつ0以下であるっていうふうになってます。これは、この 3Y2 の Y2 が0だからです。つまり、この部分によって、Z21 と Z22 は必ず0じゃなくてはいけないっていうことが強制されます。で、ちなみに、Z21、Z22 が0になるっていうことは、この上に書かれているこの部分の不等式も、この、代入によって満たされることになります。何を言ってるかというと、Z21 イコロ0、Z22 イコロ0という点は、この上の2つの制約も満たします。これ今、右辺がこれ0になってるんですけども、これ左辺は、Z21 と Z22 の線形式なので、一次式なので、0にしても満たされるという形になります。ということで、Y1 を1、Y2 を0にすると何が起きるかっていうと、この Z11、Z1、あ、そうです。で、それで、まず、ここがあります。これがありますね。この部分の今、等式があったので、このことから何が言えるかっていうと、次のページあるかな？ありましたね。ありました。Z21 が0、Z22 が0ですから、これが0。これが0。これ、あんまり指示語いきませんね。Z21 は0、Z22 0ですから、X1 は Z11 になりますし、X2 は Z1 になると。いうことになります。つまり、今、Z1、Z12 が P1 の点であるって言ってるんだけども、これは実は、X1、X2 が P1 の点ですよってことと言ってることと同じになります。つまり、ここら辺の式全部をひっくるめて、何を言ったかというと、X1、X12 が、あ、じゃあ、X1、X2 っていう点が、この初めの問題の境界になってますよということが、これで、強制されます。よろしいですか？で、同じことが、逆の場合ですね。X、Y1 が0で、Y2 が1の場合にもできます。どういうことかっていうと、逆の時には、上の方の式の右辺がこれ全部0になります。この Y1 が0になるから。で、下の方はこの Y2 が全部1になるので、こんな形になってですね。これはですね、元のこの部分の式とも同じになるということになります。で、同じ論法を繰り返していくと、このことから、ここで得られた、境界というのが、この X1、X2 が、この、P2 の要素であるってことが言えるという形になります。つまり、その Y1 が1なのか、Y2 が1なのかってことによって、ちゃんと、このどちらの問題を選ばれている、選んでいるのかってことが、ちゃんと表現できているということになるわけです。で、それにおいて、この、目的関数を最小化するっていうのは変わりませんから、これによって、ちゃんと元の問題が解けると。これっていうのは、この下のですね、モデル化によって元の問題が解けるということが分かったということになります。よろしいでしょうか？難しいかもしれません。難しいんですけども、いいですかね。だからこれで正しい、
混合整数学モデルが得られたということになるわけです。今、これはですね、この例でやったんですけども、よろしいですか?今、これ例でやったんですけれども、まあ、これがですね、一般化というか、その一般的に書かれるものが次に出てきます。で、それはですね、目がくらむんですけど、まあ、一応、書くだけはやってみます。で、その時に、やるのは、考えなこういう問題ですね。今言ったみたい、先ほどあったみたいに、AHX 小なりイコール B1、または点点点、AKX 小なりイコール BK という形になっていて、だからここではその、傾向、問題があるわけです。でその傾向に対して、各、問題 I に対して、YI っていう先ほどのような変数を使うと。で、それぞれの、問題に対応する許容解を表す ZI というベクトルも使うという形で、あとは同じことをやっていきます。で、こんな形になると。これ先ほどの式を一般的に書いただけです。今、ここの部分の作り方、これ先ほどと同じです。この、例えばこの、AHX 小なりイコール B1 っていうのがあったら、この B、X の部分を ZI に変える。新しい変数に変えると。で、BI の部分は BI かける YI に変えるというふうにしています。で、下の部分は、これはこの皮膚制約に対応するんだけども、先ほど言った通り、各、許容領域は、凸多面体有解である。ってことを仮定しているので、そのある大きななんか M っていう実数を持ってきて、これはあるかな書いてあるかなこんな感じですね。その X っていうのがその許容領域に入っていたら、X が上からすべての成分が M であるようなベクトルで抑えられるような M という大きな定数が存在することが、その有解性から言えます。のです。まあ、そのような M っていうのをうまく見つけてきて、この不等式を書くというふうにします。はい。で、あと書いてあるのは先ほどと同じで、yi は全部01なんだけども、足したら1じゃないといけない。で、これによって、そのどれか一つの問題を選ぶ、強制するってことを表していると。で、x という元々の解は、この zi という今、新たに作ってきている、問題の許容解の和として書かれているという形で、同じように表現できると。先ほどの例と同じように表現できるということになります。で、これが正しい、整数幻覚モデルになるということになります。混合整数幻覚モデルですね。になるということになります。でですね、まあ一応その変数の数と制約の数を数えてみると、まあかなり増えます。もともと変数の数っていうのは、書けなかった。もともと変数の数っていうのは、変数の総数っていうのは、これ N です。X だけだったので、N です。で、プラス K、これがだから Y のところに当たる変数の数ですね。で、Z が KN、ある形になります。で、制約もだいぶ増えて、制約もともとですね、まあ、この、皮膚制約を除くと、この AHX 小なりイコール B1 っていうのは先ほど言った通り、M1 個の不等式を持っているっていうふうに言ったので、それらを全部足すとですね、制約の総数っていうのは、上の方は、総数かけない。数は、その mi を i が1から k まで出したものというふうになります。が、下の方では、まあ、それに加えて、まあ、この部分ですね、この有解であるところから来る制約が、いくつかあって、これは kn かな。で、この部分、ここ1個ですね。で、この等式、これが n 個、あるという形になっていて、まあ、制約も増えたりします。ただ、ま、いずれにせよ、ま、これによって、その、このまたはっていうものが表現できるようになったってことは、ま、素晴らしいことになるというので、これで、ま、解けるように、ま、願わくば解けるようになってほしいということで、うまく整数幻覚モデルができましたということになります。よろしいでしょうか。はい。でですね、次に、このモデルの良さを言います。それが、その線形計画緩和を使って言うって話になるんですけども、ちょっと証明をしようと思っていたけども、証明はなんかできそうもないので、証明の部分は、また補足動画にしようと思います。で、気持ちをまずお伝えします。何か。ですね、今作った整数計画モデル、混合整数計画モデルが左側です。で、それに対して、線形計画緩和をするって言ってるのは、整数値を取る変数はこの yi だけだったので、その yi が0以上1以下っていう形に変わるだけになります。だから、x とか z っていう変数は、もともとそのなんか緩和されているというか、整数値取らないものなので、そこは変わらないというわけになります。
で、それで、緩和問題ができると。線形計画緩和の問題ができるという形になります。で、そうすると、で、まあ、この左の問題の許容領域を SP、右の問題の許容領域を SR というふうに書くことにしましょうということにします。で、重要なのは何かっていうと、性質、これです。この左側の許容領域の突法を考えると、それは実は右側の線形計画緩和の許容領域に一致します。これはですね、何回か前の、線形計画緩和の話のところの、内容をちょっと思い出す必要があるんですけども、まあ、それ一応今から復習していくんですけども、何かというと、この、左側の元々の整数計画問題の許容領域の突法っていうのは、必ず、この右側の線形計画緩和の許容領域に含まれるってことを、その時言ってました。だから何かっていうと、昆布 SP が SR に含まれるは必ず成り立つんです。そのどんな整数計画問題でも。で、だから、で、その時に言ったのは、この SR ってこの許容、線形計画緩和の許容領域が、この SP の、突法に近ければ近いほどいいですねってことを言ってたわけです。その線形計画緩和としていいですねっていう、その線形計画緩和の、モデルの良さの比較とか、その尺度として、そういうことを言ってました。で、一方、この性質ってのは何を言ってるかっていうと、これイコールって言ってるんで、つまり、近ければいいですねって言ってたんだけども、もうこれ近いなんてもんじゃなくて、これ一致しちゃってるんです。だから何かというと、この、元々の問題があるんですけども、これに関して言うと、つまり何かというと、左の性質計画問題を解きたいというふうに言ってたんですけども、実はそれは、この右側の線形計画問題を解くことによって、左側も解けてしまう。っていう仕組みがこのモデル化にはあるってことになります。だから何を言ってるか分かんないですね。左は混合整数計画問題なんだけども、それを解くためにはどうすればいいかっていうと、右側の緩和問題を解きます。で、緩和問題を解くと、今ここに書いてある性質が成り立つので、この、右側の線形計画緩和の最適解の中で、まあ、単点最適解となっているようなものというのは、必ずこの左側の問題の許容解になってます。ということが言えて、そうすると、それは左側の問題の最適解にもなっているということが、その線形計画緩和の時の話を思い出すと言えるということがわかります。つまり、次回以降、整数計画問題に対するアルゴリズムの話をしていくんだけども、この問題に限って言うと、その整数計画問題のアルゴリズムを使う必要はなくって、右側の線形計画緩和問題を解く。つまり線形計画法のアルゴリズムを使うだけで、この左側の問題は解けますよってことになります。だから、モデル化として、混合整数計画モデルっていうのを作ったんだけども、この緩和問題がすごくいい性質を持っているがために、実は、この、整数、計画問題解かなくても良いということがわかるってことになります。これ非常に嬉しいです。だから、これ狐につままれたようなことを、言っているし、実際そうだと思うんですけども、元々の問題は、元々の問題ってその、離接計画、元々始めしょう、または列繋いだ問題っていうのは、もちろん、線形計画問題ではなかったわけです。だけども、なんかよくわかんない変換をすると、線形計画問題になってしまう。ってことになります。で、実は、こういうことが、最適化においてはよく起きます。何か、というと、ある見方をすると、突計画問題がない問題も変数を増やしたり、いろんなモデル化を経て変形していくと、解きやすい問題に変わるということがあります。あり得ます。ので、もし皆さんその 手元にですね、なんかいろんな問題があって解きにくいなと思っていることがあったとしても、いろんな変換を通じてですね、実は簡単に解けるような形になっているということがあり得るわけです。っていうのは教訓として、ちょっと皆さんも手元の問題を眺めるときに考えてみてもらうといいかなっていうふうに思うので、そういう視点で見てみてください。じゃあ、今から何ページかは、線形計画緩和のところのちょっと復習をします。で、どうだったかっていうと、まず、そもそも突法って何だったか。突法って何だったかっていうと、これ突結合全体からなる集合です。ね。こういう図があったってこともなんか思い出す。で、突結合って何だったかっていうと、線形結合で、その係数が全部0以上で足すと1になっているというものでした。ね。
で、戦時計画緩和の時にどういう話をしていたかというと、なんか政府計画問題があった時に、その許容領域っていうのは、なんかこういうのはそのバラバラの点からなっているんだという話をしていましたと。まあ、これが誘拐の場合を書いてますけども、誘拐の場合でちょっと話をします。で、これの突法を取りましょうと。これですね。コンプレスですね。で、そうすると、それは、この、まあ、これ今、二次元の図ですけども、ここに書かれている点を含む、一番小さな凸多角形になります。まあ、これはですね、凸法の定義を見るとそういうことはわかるんだけども、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、こんな形になります。だから、これはそのなんか、ベターとなっている、そのなんか連続的な集合なわけです。で、で、これは、その凸多面体、あるいは凸多面集合ですから、この上で最適化を行うっていうのは、それは線形計画問題になっているわけです。これですね。こんな形になったわけです。で、何が言えたかというと、この典型計画問題、ここの上で最適化を行って、なんか最適解を見つけるっていうのが、ちょうどこの左の方で、最適化を行って、この最適解を見つけるってことにこう対応してますよ、ということを、言ってました。で、それを、標語的に言うとこんな感じだったんです。この左側の問題の最適解と右側の問題の整数最適解っていうのが、1対1対応しますよというような話をしていたと。だから、まあそういう意味で、この右側の問題を解くことによって、左側の問題を解けますよって話をしていたわけです。で、まあ、特にこの、整数最適解っていうのは、この、S の、凸法においては、いわゆる単点最適解、あの端っこにあるような、最適解が、整数最適解になります。ので、まあそういうものを見つけてあげればよいということになって、この話あったので、先ほど言った通り、このコンブ S っていうのが、そもそも、この P の整数計画、あれ、線形計画緩和の許容領域に等しくなっていると、もうこの原理から、整数計画、違いますね、線形計画緩和問題を解くだけで、元々の整数計画問題が解けるということが言えるということになるわけです。嬉しいようですね。まあ嬉しいだけじゃなくて、実用上もかなりインパクトがあるんじゃないかという気がすると。いうことで、この後ですね、このまあ証明があるんですけども、証明については、ちょっと今からやっても時間がないですし、ちょっとテクニカルなところではあるとは思うので、ここでは紹介しないで、補足動画で、後で、やっておきたいと思います。まあ、考え方はそんなに難しくないんですけども、ちょっと記号とかがややこしかったりしますし、ちょっと目がチカチカするんで、別の、形のご紹介をするということにしたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。もう一度言うと、この利説計画の、そのまたはを、があるところの問題は、混合整数計画問題としてモデル化できるんだけども、それを線形計画緩和した問題を解けば、解けてしまいますよ、ということが、その仕組みとしてあって、面白いかもしれません。だから数学的にも面白いかもしれませんし、実用上も、難しいアルゴリズムを使わなくてよいことになるので、有益であるということになると思います。はい。ではですね、証明は飛ばしていって、では、今日の話はこれでおしまいになります。で、次回からですね、ようやくというか、今までは、まあ、3回ぐらいにわたってですね、整数計画モデリングの話をしていて、どのように手持ちの問題を整数計画問題として表すのかって話をしてきたんですけども、次回からは、じゃその表された問題をどのように解くのかって話をしていきます。で、次回の内容は分子限定法というもので、これ、すべての基礎となるアルゴリズムで、まあ、すべての整数計画問題は原理的に、まあ、この、手法を使って解かれていると。ということになります。ので、まずそれをご紹介するというのが次回の内容になります。はい。では、今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございます。